マインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ。今日はメンタルを安定させる5つの方法をシェアしていきたいと思います。ぜひゆったりのんびりしながらお聞きいただければと思います。さて、このチャンネルではクオリティオブライフやウェルビーイングのためにさまざまなヒントや誘導瞑想、アファメーションを配信していますけれども、ズバリこのメンタルを安定させるというテーマはほとんどのことに共通している内容でもあります。特に現代社会は情報も多くて、いろんなものが飛び込んでくるので、メンタルが落ち着くというよりもむしろ反対の方向に引っ張られているようなところもあると思います。それがいわゆるアテンションエコノミーという、私たちの注意を引くような広告や SNS、 これが経済を回しているとも言われています。ですので私たちの注意を常に引きつけられるように、今社会が出来上がっているということでもあります。なのでなかなかメンタルや心が落ち着きませんし、特にこの安定ということを考えてみますと、振り返ってみれば安定していた時期っていつだったかなと、そんなに長い期間あったっけなと思ってしまうかもしれません。ですが自分自身も振り返ってみて、このメンタルが安定していた時期とか安定している期間っていうのはとっても幸せなんですね。私も一時期、学生時代ですね、少し苦労したところもあったんですけれども、親、両親や兄弟全員代わる代わる何らかの病気で入院をしている時期がありました。やはりそうした時っていうのはもう心配ですし、こちらもどうしていいかわからないので、常に自分が追われているような感じとか、もう四方八方が塞がれているような感じ、こうした時期もありました。やはりそうなるともう安定どころか、もう毎日また毎時心がぶれて大変な時がありました。ですのでそうした時期を振り返ってみると、このメンタルが安定している時期っていうのはとっても幸せです。不安や心配事が解決していたり、またそうした事実があったとしても、それがしっかりと管理されていて、コントロールされていて、自分とその事実をある程度分けて考えられるような状態、またメンタルを不安定にさせるような行動をしないこと、様々気をつけた結果、だんだんに振り返れば安定してきたと思います。たまに性格的にリスクを取りたいっていう方もいらっしゃって、安定したくないとか、チャレンジングで冒険していて、いろんなこう危険を感じる方がハラハラして面白い、そういうこともあるかもしれませんが、しかしそうした性格でも、実はこのメンタルが安定したことをぜひ想像していただきたいと思います。それは決してつまらないとかではなくて、心の安らぎや精神的なこの安定感、これが本来の自分を取り戻していくための基盤になっていきます。ぜひ今日はこのメンタルを安定させる方法、代表的な方法を5つシェアしたいと思います。1つ目のポイントは、情報に振り回されないということです。特にメンタルが不安定な時におすすめです。どうすればいいかというと、自分に入る情報を制限するということです。自己隔離する必要まではないと思いますが、時々ですね、仕事で本当に忙しかったり、ストレスがたくさんもう覆いかぶさってきているような状況の時には、場所を変えて、海や山や様々なそうした都会の喧騒から離れると、それだけ情報量が少なくなってくるので、メンタルが安定してくるということもあります。またニュースや SNS、こうしたものを制限するというのは一つの方法です。あとは自分がストレスになりそうな情報ですね、例えば会社の資料とか何らかの本とか、そういう自分のストレスになるようなものがあったら極力見ない、また
自分の負担になるようなものを視界に入れない、情報を少なくする、まあ、こうしたことが一つのメンタルを安定させる方法になります。そして二つ目は、できないことはできないと認めるということです。これも大事です。また、まあ、よく心理学の本などでも言われていることでもあります。まあ、要はノーを言えるようになるということです。まあ、よく言われることなんですが、簡単そうで難しいんですね。すぐに例えば上司にノーと言えるかといったら、なかなか厳しいものがあると思います。どう思われるんだろうとか、クビになったらどうしようとか、評価下がったらどうしよう、こんな恐怖心がすぐに出てきます。まあ、実は私もずっとそうでした。もうなかなかノーと言えない性格で、ついついやってしまう、ついついイエスと言ってしまう。これ自分なりに振り返ってみましたら、要はですね、いい人になろうとしてるんですね。まあ本当に素直に純粋に、まあイエスって言ってるんですけれども、その人に嫌なこと言えなかったり、ついついまあいい人ぶるまではいかないんですが、別に嘘ついてるつもりはないんですが、いい人になろうと思って全部受けてしまって、自分が悪いのかなって思ってしまう、こういうまあ負の循環みたいなものに入っていた時期があります。まあ、しかし振り返ってみたところ、要はこういうことなんだなと思いました。つまり自分に正直になることが大事なんだと思います。できないのに、またできていないのに、まあ、できると思いますとか、イエスっていう返事をするのも、もし自分が何か負荷を感じていたりしたら、その自分に嘘をついてしまってる状況がそこにあると思います。やはりノーならノーの理由を相手に説明したり、自分にも嘘をつかないっていうこと、このできないことはできないと認めるという中に、そうした素直さ、正直さ、これを見出していく必要があると思いました。まあ、それからですね、やはり少し楽になった気がします。まあ、何かと自分に正直になること、ちょっと開き直りに近いかもしれないんですけれども、自分に嘘をつかず正直に生きる、大事な教訓だと思います。そして3つ目は、体の健康に配慮するということです。メンタルは実はメンタルだけの問題ではなくて、メンタルと、まあ、自分の体ですね、また体が摂取する食べ物とか、また運動も関わってきます。運動では特に心拍数と関係があると言われています。まあ、心拍数を上げると幸福感が増すとも言われています。まあ、食べ物も非常に密接にメンタルと関わってきてますので、以前配信した本の要約、これで詳しく解説していますので、まあ、ぜひそちらもご覧いただければと思います。そして4つ目は、いつもストレスマネジメントを気にするということです。まあ、結局これが大事になってきます。自分のストレスをコントロールするということです。まあ、マネジメントっていうのは管理みたいなものです。つまりストレスが入ったら、それが自分の中でどの程度のストレスなのか、まあ、これエバリュエーションって言いますけれども、評価するんですね。これが自分の中でもう 120%、200% 超えているものなのか、それとも半分ぐらいとか、ちょっと頑張ったら耐えられるものなのか。そしてストレスはまああまりいいことはありませんので、どうこれを減らすかを考える、ストレスマネジメントですが、どうしたら減らせるかということです。定期的に休みを入れることもそうですし、自分なりのストレス解消方法を見つけるということです。まあ、私も何か仕事をする際には、仕事と仕事の間に必ずストレスマネジメントを入れています。このぐらいの負荷がかかったら、このぐらいでかけないとなかなか抜けないだろうなとか、そしてできうるならば、その日のストレスはその日のうちに解消するようにしています。
いつもは難しいんですけれども、なるべく短期間でこのストレスを解消するようにしています。出ないと持ち越してしまうと、ストレスって自分の精神とかにどんどんと溜まっていって、気づいたらそのストレスとお友達になってしまって、違和感感じないまま走り続けてしまうんですね。そしてでも実はそれがすごく溜まっていて、何かもう異変になって現れてくる、こうしたことがありますので、とにかくストレスは溜めないようにしています。私の場合は、ストレスマネジメントといっても、一般的なことかもしれませんが、温泉に行ったり運動したり、美味しいものを食べたり、人と話したり、自分なりのストレス解消方法を持っています。また毎日の瞑想の習慣や、特に深いストレスの場合は、このマインドフルネス瞑想がとても有効です。ぜひ試していただきたいと思います。そして最後の5つ目は、言葉に気をつけるということです。これはどういうことかと言いますと、愚痴を言ったり、人の悪口を言ったりすると、その言葉が自分の耳に入っていますので、その自分の言葉でメンタルが病んでいる場合もあるということです。これなかなか気づかないこと多いんですね。気づけば愚痴を言っていたり、悪口を言ってしまうってことあると思います。私もそうです。気をつけていますけれども、そういう時には大抵ですね、やはり気分が悪くなるんですね。でずっと続けてしまうと、ドツボにはまっていって、ドツボにはまるとなかなか抜け出せなくなってしまいます。そしていつも悪口を言っていないと、気が済まなくなってしまったりします。ですので、こうした時にはできるだけ反対の言葉を使うことがおすすめです。つまり感謝の言葉や人を祝福するような言葉、極力こうしたいい言葉を使っていくことで、自分の耳にもそれが入ってくるので、メンタルを安定させていくことにつながります。この言葉は相手に対して発しているように見えても、自分の耳で聞いているので、自分にも返ってきているという点、注意する必要があります。以上ですね、このメンタルを安定させる方法、簡単ではありましたが5つシェアさせていただきました。振り返りますが、1つ目は情報に振り回されない、2つ目はできないことはできないと認める、3つ目は体の健康に配慮する、4つ目はいつもストレスマネジメントを気にする、そして5つ目は言葉に気をつけるという点でした。ぜひ参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。